何これ、カレー番長、これ鈴木さんじゃないですか。お待ちしてましたよ、いらっしゃい。10対1のカレーの早食いなんですけれども、はい、7キロ対 3.5キロ、1人対10人カレー早食い対決、よーいスタート。いきまーす。なんか余裕ですよ。はい、はいよ。いけるかな、早食い。いやー、最近あれなんですよね、なんか刺激がこうあんまりないんですよね。なんかこうガチってくる、なんかこう血湧き肉踊る戦いみたいなのはあんまないんですよ。あー、なるほど。なんかふわふわしてん、てかもうそんなことはどうでもいいんですけど昨日ね、打ち合わせしたんですよ。はいはい、Y さんと、あー、はい、あと H さんと、はいはいはい、あといろんな人で。なるほど。俺ね、H さんが召喚したと結構絶対使えないでしょ、ここ。ね、どうなんだろう。いや、ダメじゃん、使った。ここ P ですよ。いやー、マジ刺激が足りねえな、本当にな。なんか腹減ったな。腹すきましたね。てか、なんで俺今日ここ歩いてんだろうな。なんかいい匂いがし、何これ。カレー番長、カレー番長、なんすかこの昭和な名前の、なんかでもなんかちょっと名前ふざけてますよね。番長、今時番長ってね。すごい言うじゃん。まあいっか、ちょっとまあカレーでも一発食おうかな。やにしても刺激が。いらっしゃい。これ鈴木さんじゃないですか。お待ちしてましたよ、いらっしゃい。番長がやってるんですよ。番長さん、どなたですか。この社長なんです。社長、よろしくお願いします。番長がやってるからカレー番長なんですか。そうなの、その通りなんです。いやいやいや、っていうか俺あれなんですよね、はい、最近、はい、ちょっとね、血湧き肉踊る戦いしてなくて、はい、これ社長、番長っていうことは、結構戦いの始まりですよ。戦い、はい、ちょっと一言いいですか、はい、これ今僕勝負に飲まれたんですかね。もちろん。はい、しかも社長さん、はい、社長さん、はい、僕ちょっと分断読んで待ってますよ。何人ぐらいいますか。とうち10人ぐらい。10人ぐらい。ヘタ集まってますね。え、それでこの自信満々な感じ。はい、もう勝ってみろよと。そうなんですよ。もう随分舐められたもんですね。本当にもう僕正直言っていいですか、はい、もう社長だろうが関係ないからね。え、マジでマジでやります。やらせていただきます。ぜひこちら、じゃあちょっと案内してください。ぜひこちらどうぞ。やってっかね。今は売り出し中のカレー番長でございます。ぜひどうぞ。やってっかな、どれも。顔だよ顔。はい、それでは場所を店内に移しまして、もろもろの準備が整いました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。社長、先ほどは僕の本当にアドリブのお芝居に付き合っていただいて本当にありがとうございます。よろしくお願いします。で、一応今回の企画の説明をもう一回改めて、うん、こちらカレー番長さんチームことハイパードライバーさんチームが10名、はい、で僕は10対1のこちらのカレー1杯 350g のカレーの早食いなんですけれども、はい、普通に1対10で例えば同じ杯数食べても勝てないと思う、正直。なるほど。僕に、なので僕は倍の、20皿7キロ、7キロ対 3.5キロ、7対3.5、1人対10人っていうのがルール説明になります。はい、はい、で今回なんとですね、こちらハイパードライバーさんの方で司会の方をご用意してたということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに予想というか、大体どれくらいで20杯いけそうですか、鈴木さんの今の予想で言うと。一応イメージはできれば1杯1分でいきたいですけどね。はい、ということはまあ合計20分でいきたい。なるほどな。目標はそこな感じです。 OK です。でもう一つあって、まあはい、ハイパードライバーさん、皆さんのプロというよりは、まあ、一般の方じゃないですか、はい、なんかこう早食いのコツじゃないですけど、こういうふうにやるといいんじゃないかなみたいなアドバイスをもしあれば。まあぶっちゃけちょっと口の中多く入れると飲み込みづらいんで、はい、ちょこちょこ入れた方がいいです。あの一気にガッて入れてごっくんじゃなくて、パクって入れてもぐんぐんごきゅん、パクってもぐんぐんっていう、あと、あくまでちょっとこう競技なんですけど、うってなっちゃう時あると思うんで、もう水飲むなりなんなり、ちょっとそこだけちょっと気をつけていただいてっていう。はい、僕も正直見ててやばいと思ったらそれなりに対処するので、その辺はお話していただければと思いますけども、はい、安全が大前提にありますので、そちらだけちょっと皆様お気をつけていただいて。早飲みは得意なんですけどね、いつも。確かに、もうちょっと絵に描いたような社長と。ゆいです。はい、自信ないんですけど頑張ります。はい、葵です。早食い初挑戦頑張ります。せいです。
早食いはともかく彼女を募集中です。かけないはい、だけです。頑張ります。よろしくお願いします。ようです。今日は一生懸命頑張ります。さつじです。頑張ります。亀井さんです。鈴木さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ようです。よろしくお願いします。さきです。華麗に締めます。おー、されます。番長カレー早食い対決石についてよーいスタート。いきます。よいしょ。さあ、番長カレー 350g ということで、ハイパードライブトップバッターは我らが社長です。よっ、リーゼントがかなり長いリーゼントだいぶ邪魔になってないですかね。浅田さん大丈夫ですかね。避けながら食べてますけど大好きな食べ物はカレーということで、社長の思いでね、この番長カレー開けたわけなんですけど、どうですか、いつもより味わう暇がなさそうですけど。鈴木さん、さすがな綺麗さで速さで召し上がってますけど、確かに左手がね使えないですからね。サポート、サポート。さあ、こうしてるうちに鈴木さん、いいペースで、なんか余裕で一つ目終了っすね。社長、もうどんどんリーゼントがずれてきちゃった。なんだろう、抜いても大丈夫っすね。社長、大丈夫っすか。社長、リーゼント取っちゃったから。もう本気ですから、今。一つ目結構、スパイシーなカレーなんで、毛穴が開く系の辛さということで。結構、じゃあ、辛い系の。辛いです、辛いです。最初はちょっと多分甘みがあるんですけど、社長終了。続いては2番手ハイパードライブ我らがゆうゆう。ゆう頑張れ。さあ、ゆうゆういったれいったれ。ゆうゆうは今年入社の新入社員なんですよ。そうなんですよ、新入社員ということで。いけるかな、早食いだからね。すごく美しい。育ちがいいんですよ。兵庫県出身のお嬢さんなんですけど、なんでそんなに丁寧に食べてんのか。ゆうゆう、これ早食い対決だからね。食べ方の見本なんですよ。ちなみに好きな食べ物はしゃぶしゃぶとオムライスと聞いてますが、カレーじゃなさそうなんですよ。そこがちょっとだけ心配なんですけど。ゆうゆう、お行儀良すぎる。ちょっとペース上げてって全然いいよ。スピードでいったらね、まだまだ。はい、もう鈴木さん3皿を綺麗に完食してもらって4皿目ですよ。スパイシーですね。スパイシーですよね。うん、まだ3分経ってない。結構口に入れて数秒でやってくる辛さがあると思うんですよ。で、その後辛みと旨味が追っかけてくる感じと。そうなんですよ。で、食べ終わった後の余韻とかもね、まだまだ食べ終わりは遠いですけど、その辺ちょっと後で味わっていただきたいです。ゆうゆう頑張れ。頑張って。鈴木さんに応援されちゃってるから。対決だからね、ゆうね、これ対決ですかね。そう、もう意気込み頑張りますということでしたけど、やっぱりね、育ちの良さが出ちゃってる。いいよいいよ、お行儀いいのは何より。もぐもぐと会社に入ってもどうしたかない。そう、社会人になってこんな形で YouTube 出るとは思ってなかったもんね、言うね。よく噛んでる鈴木さん、ほんと鈴木さん、そのスピードで味わかるんですか。これはかなりゆっくり食べてる方。ゆっくり食べてる方でしょ。そう、もうちょっとゆっくりでいいですよ、鈴木さん。女性からお願いされましたよ。これ、ね、女性だから今あれだけど、結構やる気のある目つきしてる男性の方いっぱいいらっしゃるんですよ。確かに、確かにそうですね。視聴者の方からすると見えてないですけど、普通に目ギラギラしてる感じがします。適用舐めたら絶対勝負。5皿終了、6皿目、鈴木さん。さあ、ゆうのペースでいいから、しっかり綺麗に食べきろう。ゆう、頑張れ。はい、頑張って。頑張って。この番長から5年ぐらい前に今の味のベースができたんですよ。で、そっから料理長と社長でずっと吟味を繰り返しながら、ようやくこの味にたどり着きました。美味しい、美味しい。あざっす。
まあ、特にね、あの違いの分かる大人の人たちに食べてほしいカレーかなと。大人向きですね。大人向きなんですよ。そんな中、はい、大人になりつつあるゆうが350g で結構量が大きいです。ゆうゆう一皿の間に鈴木さん5枚6枚結構多い。ゆうゆうよく頑張ります。鈴木さんありがとう。さあゆうゆうの次は3番手葵です。葵ちゃんもね、実は今年の新入社員なんですよ。なるほど。葵の育ちはいいけど、葵はね、皿持ってますからね。やる気ですよ。練習してきたんだっけ、葵も。集中して食べたんですけど。葵、いいペース。鈴木さんの様子を気にする余裕がある。鈴木さん、こうしてるうちに7皿終了。ハイパードライブチーム今3皿目。頑張ってこれ葵ちゃんとお口を拭きながら食べてますけど、350って多いっすね。これですか、このカルスちょっときつい。本当っすか。今のに詰まってたよ。あ、結構およかった、葵まだ今止まってるから。おこれは来るぜ。まだ折り返しもついてない状態ですからね。本当にあの毛穴から汗が切れる感じの。うん、なるほど。今のうちに黙々と食べ進めてるけど、でも食べ方綺麗ですよね。ゆうゆうも葵もね、女の子だからね。 YouTube の中で一番綺麗にカレー食べられる2人なんじゃないかな。やっぱそれ一番大事。もう一回お皿持って。はい、鈴木さん8皿終了。ペースを落としてない。アイさん全然ご主人のスピードで。でもね、葵の後はね、メンズが待ってますからね。ここなんですか。さあ、葵頑張れ。あと少し。1口ぐらいね。いける。僕はもうこれで後半の男性陣にプレッシャーかけてますから。なるほど。男性陣がもうメラしてますよ。あの関さん、後ろから熱気が増しすぎて見てろよみたいな。ちょっとあと少し。あわい、あと一口かな。はい、鈴木さん、あわい一口で終了。鈴木さん、ありがとうございます。続いて4番手セイ。頑張ってこう、セイ。セイね、昨日練習してるんですよ。セイは昨日練習したんですよ、ここで。セイさん、昨日ね、セイ頑張って練習してたんですけど、多分今日一番緊張して臨んでるのがセイですからね。仕事手につかなかったですよね、これね。まあ、本当仕事してなかったですよ。目真っ赤にして今、ほら、すごい。いいよ、セイ頑張って。セイさん、今後に大丈夫かな。大丈夫です。これ大事ですから。セイ、すごい。ちょっと涙目になりながら食べてる。鈴木さんはでも、すごく綺麗な美しい食べ方。セイ、いいペース。いい感じ。文句言われるやん。すごいじゃん。すごい。練習してよかった。今日ね、このために静岡掛川からやってきましたからね、最後ね。カレー食べるために。あと一口。よく頑張ったということで、ハイパードライブ4番手のセイが終了して、続いてはこの人、タクヤ。さあ、タクちゃん頑張っていきましょう。タクちゃんは練習しないで余裕ですって言ってたもんね。ガツガツ言ってるけど、頑張ってください、タクちゃん。舐められてるんじゃないですか。舐められてますね、これは。タクちゃん、昔なんかサッカーやって、今キックボクシングやって鍛えてるみたいなんですよ。そうですね。答える余裕がある。今、鈴木さんが11皿目ですね。5皿目です。ハイパー5皿目ですよ、今。6度目の対決です。結構いい感じで投げる。全然最初に奪ったリードもうないじゃん。タクちゃん、3口で完食しますって意気込みになったけど、大丈夫ですか。もう7、8口いってるけど。頑張れ。タクちゃん頑張って。頑張って。
ちょっと最近ね、このヘアスタイル変わったんですよね。この前までもうちょっとナチュラルな感じだったんだけど、憧れの人の真似してヘアスタイル変えてみたんですね。憧れの人湯気さんっていうね、憧れの人がいるんですよ。湯気さんじゃないって、その人に憧れてます。そう、湯気スタイルにしたものの、湯気さん OK もらってないんだよね、それまだね。いや、集中して、集中して食べて、集中して食べて。いや、でも男性陣になってちょっとペースが変わってきたかなっていう感じですが、さあ、タクシーあと一口ぐらい、あと二口ぐらい、頑張れ頑張れ、頑張って。さあ、5番手のタクシャン終了。さあ、そして続いては満を持してハイパードライブの鈴木さん、ヒロー君、よろしくお願いします。さあ、ヒロー君、だいぶ年齢は大人なんですけど、北海道出身ということで、とんかつと麻婆豆腐と火鍋が好きです。たまにジム行くと聞きました。ハイパードライブではコーディの開発チームという仕事をやる一方で、爆飲み担当と。おいしょ、大丈夫。あ、マジっすか。今日はね、爆食い担当ということで頑張っていただけます。でもその間に結構コツコツと。そう、コツコツ食べてますよね。コンスタントな進め方をしている感じがする。こういう人はやっぱ強いんですよ。あ、スペース落ちないって。結構スペースを一定に保つことがコツだから、あの、あれ見てたから。ヒロ君でもカレー大好きな食べ物を一つだそうで、早く食べやすいアイテムなので自分の最高記録狙いますって言ってました。おー、あ、でもなんだかんだ早いですね、やっぱ。はい、すごいすごい。今鈴木さんがおっしゃってたんですけど、一定のペースで食べる方がいいらしい。なるほど、なるほど。ヒロー君だってもう目が真剣だもん。面白いじゃん。あ、行って鈴木さんどうですか、こっちの鈴木さんどうですか。今十何皿。ちょっときついですよ。13皿目ちょっときつい。ヒロー君勝利。さあ、そして続いては事業部長亀さん、いらっしゃい。亀さん、実はついさっきお手本見本ということで一食食べてますからね。そうなんですよ、直前に。そうなんですよ。で、結構な交代。そう、結構な交代。さっきは48秒で一皿完食という。結構早いっす。ランチも食べたのに。さあ、亀さん頑張っていただきたいと思いますが、亀さん行きましょうよ。あ、でも亀さん早いな、すごい。好きな食べ物は、そうです、亀さんカレーが大好きということで、あっという間じゃないですか、亀さんやる。さっき一皿食べたのに。事業部長、事業部長、やっぱこうでないと事業部長になれない。一口、亀さん終了。すごいすごい。ハイパードライブ7人目、7皿目が終わりました。続いてはサトシ。カレーよりラーメンが好きというサトシくんなんですけど、サトシくん身長175センチ、78キロ。若い頃は陸上やってました。短距離の選手だったそうです。でも速いね、サトシくん。めっちゃ速いよ。すごい、一口でガブッといってる。すごい。やばい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 。鈴木さんの動画見て、あの、サトシくん、鈴木さん超人だなって言ってました。サトシくん一番速いんじゃないの、ハイパーで。しょうがさあ、ということでハイパードライブ9皿目、りょうくん。りょうくん行きましょう。9皿目ですよ。鈴木さん今15皿目ですね。15ですよね。さあ、りょうくんも頑張っていきましょう。鈴木さん、すごいスピード上げました。辛いんですよね。食べ続けると結構辛いですね。りょうくん猫舌らしいですけど大丈夫ですか。いけますか。りょうくんもでもお行儀のいい食べ方です。さあ、鈴木さんが16皿目、あと5皿。鈴木さんあと5皿で、ハイパードライブあと 1.5 皿ぐらいですかね。でもね、ハイパードライブアンカーがまたクセモンなんですよ、鈴木さん。アンカーが相当クセモンなんで、すごいわなわなしてますけど、鈴木さん大丈夫ですか。いや、でも結構スパイスがかなり効いてるんだと思います。量じゃなくて辛さが効いてるんですか今。でも純粋に
苦しい苦しい毛穴から出るくらいですからね鈴木さんのこうしてる間にりょうくんあとちょっとあの、ちょっと汗にじみますねあの、そこ濡れたおしぼりあるんだよあ、大丈夫ですか大丈夫ですかこんな絡みでいいんですか大丈夫ですかりょうくん終わったもうちょっと、あと2人ちょっと漫才でもない顔するあ、でも早いんじゃないですか鈴木さんもでもすごいっすよでもパンパンって言いながらそしてハイパードライブ9皿目終了さあ続いてはハイパードライブ10皿目アンカーということでマキマキはもう映りしか気にしてないからもうさっきからもうメイク何回直して今もスプーンで確認してますからねこれマジでいかないマジで本当にマキ一皿の間に鈴木さんがこんだけいくのかでかいじゃん一口鈴木さん結構ガチっすよ飲み込んでね飲み込んでねちゃんと口元拭いて聞いてない奥手拭いて奥手拭いて奥手拭いてカレーが出てきたらそれ手面がハイパードライブの、ね、広報担当なんですよマキは多分これ鈴木さん本気モードです鈴木さん本気モードですかマキもね、カレーは飲み物と自分に言い聞かせて頑張るって言ってましたけどすごい、鈴木さんの横顔見てる余裕があるいや多分飲み込む時間がいいなるほどなるほど20分かかるなんですよでもカレーは飲み物なんでしょ飲み物だからよくそんなよく噛まないで大丈夫ですよ育ちがいいんでねもう2人とも今黙々と食べ進んでますけどどうなんだろうでも結構すごいな鈴木さんが18皿目すごい18皿目と10皿目鈴木さんあと3皿ですもんねだってすごい汗すごい汗マキさんも結構綺麗すごい汗あと3皿もあるからマキさんなんだ今これなんで立ったのこれそう理由があるんですよこれは多分大食い見てる方なんじゃないかな違うねなんかこう落とすことによって食材をこう移動して落とすっていうなるほどなるほどへぇ、あ、なんか早いじゃんうんちゃんと飲み込んでなんだ今のなんだ今のもうね、恥ずかしい恥ずかしいで、今のマウン今のなんだ多分会場全員ポカーンやったマキはスプーン置いて様子を見ている鈴木さん、これやばいな足がバタバタしてるから多分きついのかもしれないだけどきついのかもしれない結構大きいですねもう相手手止まってますよ相手手止まってますよこれもう優しさじゃないですかなんか探り合ってんだか様子見てんだかっていう鈴木さんあと3皿完食いけそうっすか20皿頑張ります虫の息になって人間じゃないかもしれないマキ、マキの余裕がねチェックしてるマキあと3口4口ぐらいでいけんじゃないですかさあいよいよハイパードライブ10皿目マキコがあとまたここで置くんだ汗拭きタイムすごいな様子を見つつ、鈴木さん19皿目、20皿目19皿目ですよねあと2皿です、ね、あと2皿です、鈴木さん頑張ってさあ、そうしてるうちにマキが、マキがスプーンをえ、どこまで食べるの置いたご飯の一粒まで残さずに結構もう一周盛り上げてくれるもう一周、もう一周負けますね水を飲んでマキ終了、はい、ということでハイパードライブ10皿の間に鈴木さん、はい、18.5皿はい本当にね恥ずかしい恥ずかしいいやさすがっすでも綺麗に食べていただいてハイパードライブさんの鈴木さんさすがっすハイパードライブさんの男性の方々はガチでしたね最初あの社長女性2名だったじゃないですかもうギラギラした目ずっと見てます練習してきたぐらいですからねこれはねちょっとね乾杯ですね乾杯乾杯僕あれなんですよあの負けっていうのは
その人が諦めた瞬間に決まるもんだと思ってるんで、リベンジマッチを次回お願いします。負けましたー。リベンジマッチください。ゆりさん、ありがとうございました。20分すごいですよ、本当に1分1杯のペースずっとキープして、で、多分スパイスが厳しかったね。そう、なんだと思います。量じゃなくて結構これも1杯食べたらどうなるの。普通に苦しいです。もう社長のこと煽りまくった自分を本当こんなに本当にすみませんでした。いえ、そうです、そうです、本当にどうもありがとうございました。リベンジマッチするとしたら、ルールとか一緒でもやります。なんかまた別のやつでやります。それは同じルールじゃないですか。もしかしたら後日いいですね、リベンジマッチが。女性50くらいですか。あ、ちょっと舐められてますよ。いやいやそんなことない、そんなことない。やっぱり勝負ってのは、負けたら本当勝てば完全なんで、僕は何も言えないって。なるほど。本当に負けた。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、切ります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。マジで早い、皆さん。鈴木さん、さすが。今まで本当にテレビでやらせかと思ってましたけど、生で見ます。すごい。本当にやってるんです。本当に食べてる。すごい、ここはやばい。ビビりました。早っ。これちょっと早いの。早いめっちゃ大事なんだけど、一日なのが亀さん、だって2杯目っすよ。そう、亀さん、やばかった。1杯目でだいぶ慣れたから。練習した、練習した。あれは結構いい練習だ。いや、たぶんカメさん、鍛えたら多分物になると思う。鍛えたら物になると思う。物になる。カメとして。本当にもう。すごかったっすね。いやすごかった、皆さん。本当早かった。すげえな。あらす。これ、最初は甘いんですよ。一瞬甘くて、後からスパイスがブワーッと。熱くなってるんですか。大人向けなカレーです。今から。召し上がりますか。はい。でも食べてみたいですね。ちょっと召し上がって。はい。ありがとうございます。あ、すいません。すごい。食べてみたい。せっかくなんで。ありがとうございます。もうこれも。いやー、すごい。